この番組は旅の感動をデザインする SKS スカイ観光サービスの提供でお送りします。 2016年9月13日火曜日時計の針は午後3時を回りましたスカイミュージックツアーズテーマは空音楽旅など素敵な音楽とともにお楽しみくださいさて9月の中旬になりましたさあ皆さんは秋の旅の計画もう皆さん立てていらっしゃるでしょうかいよいよ来週に皆さん2回ほど 祝日がありますけれども、9月の時期になりますと、やはり秋、楽しい時期が満載となります、スポーツの秋、読書の秋、そして食欲の秋。 少ししずつ爽やかなな季節となりました。朝晩の風も少し秋を感じさせるようなそんな風となりましたけれども今回、本土の方では台風の影響で農作物のかなりの、ね、打撃ということで秋に出荷予定だった北海道ではジャガイモや玉ねぎ人参などが全滅となり残念ながらこのおいしい収穫を迎えるための準備をされていた地域は多くの打撃となりました。 しかし、秋の時期,でえ時期ということでその他の地域では秋の収穫祭、えー、これからお、ね、いしい新米がいただけたりまた秋の味覚たくさん楽しむことができるのではないでしょうかスーパーや飲食店などに行きましてもサンマや秋サバこういったものも店頭に並ぶようになりましたサンマもまた、ね、油が乗っておいしい時期になりましたので皆さんも食卓に並ぶ時期も増えてきたのではないでしょうかさあ 機能、味覚、こういったものを、皆さんがどちらの旅で美味しくいただくことができるんでしょうか。皆さんからのメッセージなどもお寄せください。FM 数字の七八六、アットマーク、FM 読谷。co.jp となっています。 また年に二回、えー、春の時期と秋の時期に行われる全国で陶器市こういったものもありますこのね旅行の機会を、えー、きっかけに陶器が好きになって陶器、えー、を集めたりするというそういう時期のね、えー、そういう方々も増えたようです、えー、またこの陶器市というのは一、えー、年中の中でも最も、えー、お安くそしてですねまたこの時期に向けて、えー 陶器屋さんそれからですね、えー、また作家さんなどが作品を作られて全国各地域で秋の陶器市が行われるようですさあ、皆さんは陶器市などを行かれたことがあるでしょうか 私が住んでいた九州なんですけれども九州は冬季たくさんいろんなところにありまして九州で最も有名な場所というと有田焼というところが有名なんですが春の陶器市そしてゴールデンウィークの時期そして秋の陶器市と年に3度も冬季市が開催されます。この時期にななると全国各地域からまたいろんな公共機関を使って で遊びに来たり、そしてまたね。味覚を楽しんだりして、温泉の宿とともに陶器を買って帰られたりするお客様が増えるそうです。さあ、皆さんの秋の旅はどんな、どんな旅をお過ごしになられるんでしょうか。さあ、沖縄県なんですけれども、台風がちょっと気になります。 台風14号、そして15号、16号ということで、16号は少しだけ沖縄に影響がある可能性が出てきましたけれども、今後の台風の動きなど、皆さん、十分にお気をつけいただきたいと思います。 それでは当期はまもなく旧読谷飛行場を離陸いたします。え本日は FM 読谷航空という電波の飛行機にご搭乗いただき誠にありがとうございます。え本日1時間皆様の旅のお供をさせていただきますのは客室乗務員金城玲子でございます。皆様の旅が一層より楽しく思い出深いものになりますようご案内させていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。 また、皆様に番組をお楽しみいただくため、携帯の電源はマナーモードに設定ください。また、番組を u ーストリームにてご覧いただく場合は、電源をお切りにならず、f m 読み m i のホームページを検索の上ご視聴ください。また、f m 読 o m i なんと無料アプリが、えー、登場しました。こちらの方は携帯のみとなりますが、えー、携帯の方で無料アプリの方をダウンロードし、いつでもどこでも FM 読みたんが視聴できるよう、皆さんぜひこのアプリ、えー、確保していただければと思います。さあ、えー、スカイミュージックツアーズ。 この後オープニングナンバーをおかけしまして三時十五分からは皆様にまた沖縄県ここ読谷村のニュースポットシナジースクエアを皆様にご案内してまいりますそれでは今日の皆様にオープニングナンバーをお届けいたします今日の曲はサザンオールスターズで真夏の果実お届けいたします さお届けいたしました真夏の果実そして BGM に飛行機雲をお届けしながらご紹介してまいりますさて先ほどは秋の冬季市のご紹介などもさせていただきましたけれどもさあこの時期九月に入りましたのでいろいろな各地でイベントなどが行われるようです えさて、九州の長崎え、ここ長崎の中華街の一角では、お月見として親しまれているということで、この旧暦の8月の15日にえあえて、この長崎中華街では、中秋の名月にちなんで、中秋節というイベントが開催されるそうです。え一線ここののの満月灯灯籠えこれをでですすすね会場の方にとということですさあ ね、長崎といえばランタンフェスティバルなども行われたりしますけれどもさあこういうね満月にちなんだ丸い満月の灯籠どういったものなのか皆さんぜひね、えー、機会がありましたら、えー、9月の16日まで開催されるそうですぜひ行ってみてくださいね、えー、続いてなんですけれどもまたねいろいろな各地でイベントが行われます、まあ、ちょっと少し飛んで 札幌の方ではオータムフェスト2016が開催されますこちらは今現在スタートして10月の1日まで秋のイベントが満載ということで札幌の魅力あふれる食をメインテーマとして2008年から始まったそうです、まあ、ご当地グルメそういったものが一同にこちらに集合するということです全国各地日本全国で楽しめる秋の味覚秋のイベントぜひ皆さんこの秋に一度出かけ てみてはいかがでしょうか。それではまもなくシナジスクエアの方に到着いたします。機体が完全に停止し、座席ベルトの着用サインが消えるまでお席に座ってお待ちください。 時時刻は3時16分になっていますこのコーナーは大安にありますニュースポット読谷のニュースポットシナジースクエアのコーナーをお届けしてまいりますこの時間はゲストの方にご案内いただきより一層旅にエッセンスを加えてまいりますさあシナジースクエアの現地添乗員のこの方からご紹介いただきましょうはい皆さんこんにちは SKS スカイ観光サービスの中島でございます 今日もよろしくお願いいたします、はい、中島さんよろしくお願いいたしますはいはい、はい、ようこそシナジースクリアにお越しいただきました、はい、ということでですねえっ、ーはい、と今日はですねご案内するのは、えー、ドコモショップさんですね はい、えー、まず、とことこと歩いてですね、1階ですね、はい、シナジースクエアの、えー、1階にあります、まあ、北側ですね、はい、1>, 1階にあります、えー、ドコモショップさんにご案内いたします。で今日はですね、えー、ドコモショップさんの、えー、東さんにお越しいただいておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はいじゃあ、東さん、まずはあの自己紹介をお願いしますよね。はい、こんにちは。はい、こんにちは、はい。ドコモショップ読み探んのんの、えー、東です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日はね、ラジオ初出演。はい。 とというこで緊張してますか、でもね、リラックスして楽しんでいただければと思いますしっかりとね、ご案内していただければと思いますので東さんだったら大丈夫ですさんだってね、まだ沖縄に来て、日が浅いということで、き日さっき、3か月と。月どうですか、大阪から見て、この沖縄県というのは、どのように映りますか。 うんとにかく青い空が青い海が青い素晴らしいですよね。人はどうですか？もう人も優しい温かいもう安心して住めるっていう感じですね。最高ですね最高です。で今現在読谷炭村にお住まいなんですか？はい読谷村に住んでもまだ3ヶ月はい。 大阪に比べると時間がゆっくり流れてるんじゃないですかあそうですねでも、うん、なんか無駄がないですよね無駄がなくて、うん、なんか時間が1分1分がなんかすごくきなんか大変。 節に流れてますね。すごい。素晴らしいことですよ。本当ですね。お気に入りの場所とかってありますか。お気に入りの場所、読谷のですか。読谷のお気に入りの場所。自分の部屋のベランダ。眺めがいいんですか。そうなんです。海が見えるとか。はい、海が見えて、星空きれいで、夜景きれい。 最高ですね。ちなみに、えっと東さんは、え、読谷村のどの地域にお住まいと。大きいですね。大きい。いいですね。窓開けたら。空も海も。いいですね。最高です。 き今日は、ね、少し、ね、秋空になっていますけれども<え>まだまだね星空が綺麗な、はい、ここ沖縄県そして読谷村そしてね読谷のニュースポットが誕生してね<え>、えー、もう4か月、そうす5か月月経ちましたのね,、はい、ねそんな中、ドコモショップで勤務なさってる、はいる、はいはい、東さんにご紹介いただきましょうね。はい の今日はお店からいろいろ重大なというかお得な情報をいくつか持ってきてもらいましたのでまず最初の方から説明していただきましょうかね新しい機種で iPhone7 と iPhone7 プラスが発売になったということで16日からです。もうすでで皆さん急い予約の方がに 開始しておりまして、先行予約はい、そうなんです。であのご予約いただいたお客様に、なんとですね、はいえー、スマートフォンクロス、うん、あの画面拭きキレにするやつですよね。そのそれをあのご予約のお客様には皆さんにプレゼント。 させてもらってます。で、さらにですね。あの2台以上をご予約いただきますと、アクセサリーホルダーっていうのもプレゼントさせていただいてるんです。え、どんなものですかアクセサリーホルダー。えっと、携帯電話入れたり、充電器を入れたり、またボールペンをさしたりとかの。あのう、センズオサウェイソウです。ポーチみたいなビジネスバッグ的な。あら。 ビジネスツールバック的な感じですかです、ねうん、これ結構ね、はい、携帯でって困ってる方多いですよね,そうですね充電器もあったりとか最近持ち運びの充電器とかんカバンに入れるとね、バラバラになって邪魔じゃないですかうそうですね そういうの入れるプレですね。それもはいあの2台以上ご予約の方で、はいプレゼントありますので、ぜひご来店ください。ご予約はい受付中なんで、はいお願いします。前回ねいらっしゃった時もあのご家族とかでねこのあのこのちょっとねご相談して機種変更したりしたらお得だったんですけども今回は新しい新機種をそうですね。発表するということで今回のこの新機種ってなんか凄くなるんですかまた？そうなんです。iPhone 初の 防水が。防水です。防水。特に、あの突然の雨とか。で、あのね、突然の雨で、こうカバンの中でびしょびしょになってた、ポケットの中で濡れてたとか。多分経験、皆さんあると思うんですよ。でも、防水の機種だったら、やっぱり安心ですよね。はい。ね、あの防水バッグとかって、毎日持ち歩いてるものではないですし。そうなんです。で、あとは、まあ。 海に遊びに行ったりとか釣りを釣り行ったりとか魚釣り行ったりとかそういう時に濡れた手で触っても安心ですよね。そうですね。安心。特に沖縄県はスコールが多いんですね。そうなんです。はい。びっくりしました。ね子供たちもね、格差も刺さないでね。刺さないでね。そのも濡れ玉ありますもんね。そういう時に防水じゃなかったらやっぱり心配です。よねそうです。はい。なのでそういうまああの安心の防水付きの iPhone に。 変わりました。iPhone 7、7 Plus からですね。はい。はい、<ー>ね、7ってね、なんかなんかラッキーナンバーっぽいですかね。そうですね,ね。ラッキーセブンですね。ねね<ー>はい。ぜひ皆さんこの機会ね、あの、はい、今だったらね予約した方々に特典がある。はい ということなんですよねご予約の方に16日から販売ってことは、はい、逆に中島さん<と>販売ねしてしまってからだったらね,ねそうですね販売する前にですね、うん、16日だったらもうあと3日ぐらいですかそう。うん、<え>今のうちに行った方がいいかもしれないですねですはい。だから15日までにご予約を、はい はい入れていただければはい大丈夫ですねはい急いでくださいはい急いでください今すぐですねはいえっと皆さんカデナ地区の方はもうねなくなってしまったので今読谷のそうですね品スクエアのねはいところに転々しますので駐車場広いですからねはい入るやすいですね車もはいでもお客様がたくさんいらっしゃってますよねそうですねはいでも逆にその待ってる時間を利用して例えば S K S スカイ観光サービスさんに秋の あの旅行のプランを立てたりとかそれね、ぜひぜひね、ご指導いただければ。あとこの後のね予定しているあの焼肉五円さんでちょっとお腹を満たしたりとかね、そうですね。はい、待ち時間にね、ラーメン食べたりとかモスバーガー食べたりね、いろいろお店は豊富にありますからね。ぜひ皆さんね利用していただければ待ち時間でも活用してくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、でえっとまだですね他にもあの。 お得なな情報ががあるんですがそうなんでですすそうね、はい、えと他社の方が、うんはい、えご利用のものですねです他社をご利用のご家族の方ですね、うん、はいあの例えば今自分はどこも使ってるけども、うん、まあ例えばご家族のほかの方が、えー、他社の携帯を使ってますよ、うん、例えばどこどこの携帯電話を使ってるどこもじゃない携帯電話ですね、はい、をあの使ってますっていう方をご紹介いただいた方に なんとですね、1万 D ポイント、というこれはどういうふうに使えるんですかこの1万 D ポイントっていうのは、例えばローソンさんとかでお買い物の時にご利用いただくこともできますし、じゃあ、1ポイント1円ってすかそうです、すごいお得じゃないですか、だって1万円分の買い物って、ちょっとなんか大人買いができるかもしれない。 なんかね現金で払うのはちょっと1万円はできないけどポイントでだったらね払いますよね日頃買わないもの買っちゃえちょっと贅沢にねいいですねまあこれもこういうねこういう特典がいただけるんだったらちょっと行かなきゃいけないですそうですねでさらにですねそれがご家族の方5人まで大丈夫なので5そうなんですだからね5万ポイントまで5万 D ポイントはいゲットできるチャンスです。 それがすごいじゃないですか。すご、はい、家族でね、六人家族で、まあ自分だけがドコモで、あと他社使ってますよっていう方であれば。五人のご家族を、ぜひ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 、今すぐご紹介を。す家族多いですからね,ね。家族多いからね、お父さんもお母さんもね、ご自、ね、もをばも,、ねうん、も,もってやればね。本当ですよ、で帰っ、はいただければ、帰りにコンビニで大人がいい。ああ<ー>、<laughs> そうですね。<laughs> そい本当にでもそういうなんか逆に楽しみ、購入する楽しみもあるし、その後の楽しみもあるので素敵かもしれないですね。いいな。もちろんね、機種変更する時のまたポイントでもありますし、アクセサリー買ったりとか、はい、いろいろはい、使い道はたくさんあります。は逆にね、もうこの時をね、利用して活用していってくださいればと思います。はい。最高で五万ポイント。これは大きいですよ。もう一つあるんです。もう一個。はい。なんとですね。はい。 プレミアム国産和牛ですね。和牛だ。和牛。あの和牛です。あの和牛。をくれるプレゼントもあります。プレゼント。そうですそうです。郵送ですね。あの。あ、乗り換えの方ですね。だかポイントプラス。国産和牛も。はい。はい。あるので、本当に今のうちですね。おお、すごい。ぜひ、今すぐドコモさんに。いってください。ぜひ。はい。はい。お願いします。すごい。すごい。あとなんか。もう一つあるんですか。あ。 見えました見えましたそうなんです今ここに洗剤を持ってきているんですけれどもあのそうですね端末購入の機種変更とかそういったことがないお客様でもあの F F M 感いましたかね F B 読みたそうです F M 読みたんを見ますあ聞きましたですね聞きましたって言ってもらったら本日から十九日までにもらえていただいた方ですね洗剤をプレゼントさせてもらってますおすごいきました皆さん F.M. 読み丹を聞きましたですね。はい。キーワードですね。はい。F.M. 読み丹聞きましたで、はい。潜在がもらえる。そうです。これはもう来店するだけでいいんですか。まあご来店そうですね。ご来店いただいて、まあもし何かご相談とかあればもちろん、はいついでにはい全然聞きますので、はい操作のご案内でももちろん大丈夫ですし、はい他社お持ちの方でも大丈夫です。F.M. 読み丹を聞いたと言ってドコモショップ読み丹店ですね。はい。 ぜひ皆さん行ってください19日まで日まですい、よろしくお願いいたしますさっという間だったんですけれども東さん慣れてますね全然慣れてないですすっごい恥ずかしい今大丈夫ですもバナレした感じですねバッチでしたね最後に今ラジオを聞いている皆さんリスナーの皆さんにですねメッセージを はいカメラに向かってどうぞはい、はい、えっ、ー、とドコモショップ読み丹店えっ、ー、と本当にあのー、広くて大きくて駐車場も入りやすいっていうのとあと店内もすごく広々綺麗なお店になってますのでぜひお待ちしておりますはいよろしくお願いしますありがとうございましたはいじゃあまず最初のね、えー、今日観光施設はドコモショップ読み丹店、はい、読み丹店から <laughs> 東さんでしたあり,、はいはい、ありがとうございましたありがとうございました さて続いてのコーナーです。えー、さあ今日も、えー、シナジースクエア、えー、読探店の方に立ち寄らせていただいております。さあ中島さん、はい。さあ続いてはどちらでしょうかはい続いてはですね、はい。え今日は焼肉ごめんさんですね。はい。の方にご案内したいんですが、はい。ええ今日はですね代わりに、えー、いつもあの、ご出演いただいております。<笑><笑> はいあのシナジシナジスクエアのえカニ先生で林さんにお越しいただきましたこんにちはこんにちはシナジースクエアの林です今日はご縁さんの店長山城店長がですね会議でちょっと不在ということで代わりにご案内をさせていただきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかなんかねえなんかねあの始まる始まる前にいろいろありますけどね。 細かい見ちゃいまよね。そうですね。え、なんて読むのか、なんて読むのかっていうことね。はい。そうですね。あの焼肉五円さんからですね。はい。特別なご案内がありまして。はい。昨日ですね。9月12日から慶労の日9月19日までのシルバーウィーク限定メニューということで、牛おばあの醤油麹ハラミ。はい。合ってます？バッチリだと思います。今なんて言ってないか分かんなくてみんなで一瞬固まりましたね。はい。 でもこれはあの、さっきは牛おばあか、牛おばあかってそう、私たちみんな本土の人なのでそうなんですね牛おばあか、牛おばあかってあったですか牛おばあじゃないかと思うんですが多分合ってるんじゃないかと思うんですから、実質ですねちょっと正解わからないのでそのまま進めますかはい、よろしくお願いしますはい、牛おばあの醤油麹ハラミということで 醤油麹ってねあんまり効かないですよねちょっと珍しいですけどこの醤油麹の酵素の力で肉質が柔らかくなっていてしかも味がしっかり染み込んでいるっていうことなんですよねこの醤油麹に漬け込んだハラミということでハラミ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 難しいな今日難しいですねこのハラミ噛めば噛むほど味が出るおじいもおばあも「そーれーそーれーうさがみそーれーということで また言いなれない。そうですね。それそれ。それそれ。どうここも正解がここも正解わかんないですね。あのリスナーの方にぜひメールで教えていただき。はいそうです。ね音源を送っていただいてもいいかもしれないですね。なんとなくはわかるんですね。あのうしゅ？うん？いやいやあのご恩さんねこっちちあの今日ポスター持ってきていて、小さい文字で書いてあるんですけども、まあ沖縄のおじおばあってあのお家行くとたくさんもカメカメって言ってね、たくさんご馳走 くれるんだけれども、くださるんだけれども、たまには、おじいおばあに、おう相模そうね。あげてはいかがでしょうか、もうね、柔らかくなって、食べやすくなってますので。ああ、そうですね。醤油麹のけもんね、醤油麹で、あの、そんなに、なんていうんですかね。尖った味じゃないと思うんですよね。そうですね。そう、皆さん、多分ね、敬老の日、どうしようかって、考えてる方、意外と多いと思うんですけども、逆に。 今日みたいにね、こういうごえさんのいいニュースが入ると、うんうんね、皆さんちょっとよかったら予約とかしてもらったらいいですよね。うん、ね足を運びやすくなりますね。うん、本当に、うん、席もたくさんありますもんね。そうですね。あは、はいはい、あのひざばしからね、うん、あの移転してきて増えましたからね。そうですよね。はい、連日もうごった返してますけれども。そうですね。多い,、ね、いですよね。 本当に逆に事前にねちょっと予約をしないといっぱいになるかもしれないのでそうですね予約をしてから出向いた方が確実ですねそうですねまたねお肉食べるとね元気にねあの最近の元気なお年寄りとかってかなりお肉食べてる率がそうなんですか高いというのテレビ情報ですけれどもそうなんですね肉食のお年寄りは元気ですよそうなんですか皆さんお二人はよく焼肉とか食べに行ったりします 私は昨日ですね、会社の懇親会で。ごめんさん、利用しましたけれども、ね <laughs>。そうですか。はい、あの、すごいですね、あの、うん、美味しい肉がいっぱいいる日ですね。あ、そうですか、まあ。私は普段、あの、肉は、どちらかというと、ベジタリアンな方なんですけど、はい、ただ、あの、はい、全然食べないわけじゃないんで、昨日は、あの、遠慮なく。はいうん いっぱい食べましたけどね、美味しかったんでね、どんどん注文していましたね。醤油麹ハラミ気づきました。昨日からあったはずですよ。なかったですね。もうさあ水量限定だから。ああそうかなかったんじゃないかなきっと。一応これあのご円さん食べ放題ね。あの時間無制限食べ放題ですけれどもコース三つある中の唯一コースとことぶきコース二つのコースでこのハラミも食べられるそうなので。 それはお得ですね、はい、普通、こういう、ね、限定のものって数量が限られているから、うん、食べ放題から外れてることも多いですよあそれがこのゆいコースと寿とコースには含まれているということでぜひ頼んでいただきたいとまた、ねね、子どもさんたちがたくさんいらっしゃるお孫さんと一緒に行けばこういうい食べ放題の方が良かったたりしまますよねお肉だけじゃなくて、はい、まあご飯類、麺類も豊富ですし。うんうんはい サイドメニューねいろんなのありますしねデザートも中島さんデザートははいデザートはスイーツ続きですのできの日はたい焼きとお肉じゅぷらとソフトクリームたい焼きがあるんですねたい焼きがあるんですよミニミニたい焼きがあってですねたい焼きをちょっと来てもらったらこう画面でね注文するんですねうん今すごいねはいでもう画面で料理はもちろんなんですけどお皿とか網替え交換とかも全部 端末ですごい便利ですね、はい、で、まあ、たい焼きはですねこう来たらこう焼くんですねこのたい焼きを、えー、自分のそのテーブルのとこの焼くやつでこう焼いてカリッとさせて、えー、網,で網で食べるとこれが美味しいんですよむくじ天ぷらもねちょっとこう焦げ面をつかしてですね、うん、焼きながらこうちょっとこう火を直接じゃなくてちょ,ちょっとこう外れるところですね、うんうん、そこでこう焼きながら 時間をかけて、ちょっと焼いてですね。これ、子供楽しいですね。楽しい。これはもう、出来立て食べれる感じですね。そうですね。なんか、ソフトクリームでしょソフトクリーム。気になる。これも、もう美味しいですよ。入り口入ったら、子供たちが行列で並んでたんですよ。で、なんか、自分でするのって、なんか好きじゃないですか。子供たちって。私、下手くそなんですけど。あれ、結構、うまいです。すごく。楽しいと思います。これも。 で、単品でも食べれる。はい。これ食べ。これはあの、飲み放題に入ってましたんで。食べ放題?。食べ放題。はい。はい。で、ドリンクもオッケーやったんで。うん。はい。いいですね。子供たち、ぜ、ぜひね、一緒に行って。ね、あの、おじいちゃん、おばあちゃんたちにもたい焼きとかね、で、焼いてあげたりするのもいいかもしれないですね。えうん。しかも、子供たち安いですよ。いくらですか?。あの、三つコースがあって。はい。 あの一番リーズナブルな円コースでも小学生1100円<い>一番あのグレードの高い寿コースでも小学生13円1300円幼児はどのコースでも600円です安いですね。すねそれだったらやっぱり団体で行くのも分かる気がする、うん、野球部とかの、ね、なんか打ち上げとか敬老の日にあえておじいおばあいに連れてってもらうっていうのもありそうですけどね。ねなんか誘って ちそううななっちゃうみたいありそうですよねね、でもたまにはみんなでお小遣いを出し合っておじいちゃんとおばあちゃんの分は出してあげる、ねね、孫たちから出してあげるっていうね、うん、でこ牛おばあって何ですかね牛おばあっていう名前でしょうね 牛さん牛さんじゃあちょっと後ろに今いますけどお気にのおって名前ですかね名前だそうです名前ですねはいこのちょっとインターネットでしか見られないと思うんですけどこのポスターのハラミの写真がめちゃくちゃ美味しそうで美味しそう なんかえ、なんか食べたくなりました。なりますね。よだれすごいちょっとしゃべり込みます。本当に、またね、ランチもしているっていうことだったんですよね。これが前の、以前のひ石橋の時にはなくて。今回の新しいところに移転してからは、昼も夜も。おまけに観光客でバスで、横付けもできるという。ね。すごいです。ランチは、あの、もちろん食べ応えコースもできるんですけど。ランチ用の定食とかもありますし。 場合によっては石焼きビビンバとかね食べた石焼きシリーズすごいです今ちょっとメニュー見てるんですけど教えてください石焼きビビンバ石焼ききむまよビビンバ石焼きキムチーズビビンバキムチーズもうアイスおいしそうだなそして石焼きタコライスタコライスも石焼きじゃないやつでもあと3種類ぐらいありますよえ三種類赤タコライス白タコライスガーリックチーズタコライス 赤タコってトマ,ト,マトにのトマトですかね白タコはあのね赤タコライスは辛口、はい、白タコライスは甘口って書いてます<ー>あとは写真でしか <laughs> 説明が難しいですけどねでもなんかちょっと今ね多分ラジオ聞いてる皆さんで、ね、新しいメニューだなと思ったものいくつかあるんじゃないかと思うのでうんうん、うんね、ありますよね,ねぜひ今日、うん、そうですね火曜日だけどちょっとね、うん、まあ今から 疲れないようにするためにちょうど今多分一番空いてる時間は今だと思うのでうすよね今行きましょお昼と夜はいっぱいなので意外といいですよおやつおあいいですねお気におやついいですビンバだけで6種類ありますからいいななんかどれが気になりますお二人は ビビンバだったらやっぱなんかこの石焼タコライスって気になりますよね。そう気になります。これやっぱ沖縄にしかないのかなっていう感じがしますね。多分ね今ラジオで聞いてる観光客の皆さん絶対沖縄来たらタコライスを召し上がると思うんですけども石焼タコライスっていうものこれはお目にかからないんですか。ちょっとねないと思います。観光地でもないと思います。あと何かちょっとびっくりするようなメニューってびっくりしないんですけど中島さんこれ昨日すごい気にしたんでが。昨日麺ラーメン。 何五円ラーメンラーメンをラーメンのねちっちゃいスモールサイズ食べるんですよそれを食べましたら結構あっさりしてですねこう焼肉食べたにこにラーメンを食べるってなんか不思議な感覚がして美味しいなと思って沖縄でねラーメンを食後に食べるっていう感覚ってそんなないと思うので逆にここで済ませちゃう焼肉食べてラーメン食べてしまうっていう。 し、ね、いいかもしれない、ね、焼肉屋さんだとラーメンというよりこのここご縁さんもあるんですけどわかめクッパとか辛味噌クッパとかクッパとかね,、うん、ねああいう系行きがちですけど、うん、ラーメンも美味しいというのにさっき中島さんから教えてもらったで焼肉食べてねビールとか飲んだ後ととか,かはね昨日あのうちの社長と一緒にね、はい、ラーメン食べましたけど、はい、最後に締めで。<laughs> <laughs> ね、いいと思います。はい、ぜひね、今日ラジオを聴いてる皆さんは、焼肉五円さんの方に行かれてみてください。はい。さあ、ちなみに、はい、えっと、営業時間って、こん、もう、ずっと空いてるんですかね。えっと、お昼十二時からですね。はい。はい、えっとね、十。 23時半とかですね、夜中まで空いてますから、ぜひ皆さん、行ってみてください。あとねちなみにごめんなさい、敬老の日ということで、実はシナジースクエアでもちょっとキャンペーンやってまして、シナジースクエアの LINE の会員制度があるんですけど、シナジースクエアの LINE のお友達になってくださっている方に、おじいおばあへのメッセージを募集してるんですね。これが名からメッセージ来ると 1000円割引クーポンを10名,さんに当たる10名様に当たるっていう抽選をやりますって言ったら、えー、もうすぐ10名来て、はい、今日のお昼に、えー、1000円が当たる抽選を700名にドんと送りました会員さん700名にまだやってない方結構いると思うんですけど、はい、今7名当たってまして。はいうん あと3名まだ当たる可能性あるので抽選ボタン押してない人ぜひ今から押してください押さなきゃ私たちもそうさっき私押しました押したんですかじゃあ私終わってからやりたい中島さん当たったことないね外れましたちなみにそっかシナジーのねさんは全部当たったかどうかもわかるんですよねいや目の前で外れてました中島さんそうぜひね会員にねまずはこの1000円クーポンに関してはえっと10%の確率で当たる設定になってますのではいあと3名 あと3名10確率、はい、で今ね、メッセージ15名ぐらいいただいてるんですけど、うんはい、これが39名まで、39、39名まで、うん、いただいたら、今度は3000円割引クーポンをまた700名全員に抽選送りますんで、3000円ですよ、すごい3名様当たります、3名、はい、ぜひ今から、もしくは50名までいくと、5000円割引クーポン、すごいですね、抽選やりますんで、みんなメッセージからですね。<laughs> はい 匿名希望でも大丈夫です。うん、ぜひ皆さんシナジースクエアのライン、はい、まずね、はいえー、ゲットしていただきたいと思います。それでは最後に一言ずつ。はい、今日はどうもありがとうございました。<laughs> えまたですねあのー、焼肉ゴエンさんもね、はい、あのドコモさんもですねあのー、やってますんで、お、えー、待ち時間がある時には S.K.S. までもお越しいただければ旅行のお得な情報もあるかもしれません。よろしくお願いします。はい、シナジースクエアあのラインの会員でいろいろお得で楽しいことやってますんでぜひぜひ参加してください。 はい、ありがとうございました。読、え、谷、ー、のニュースポット、シナジースクエアからお届けいたしました。ありがとうございました。 時時刻は3時48分になっていますさあお届けしております、えー、スケース、えー、スカイ観光サービスさんの、ね、提供でお届けしておりますスカイミュージックツアーズ。えー、このコーナーはですねゆくるぽんのコーナー,、えー沖縄の観光をお得に楽しむクーポンマガジンゆくるぽんのコーナーをお届けしてまいります。 さて観光客の皆さんも沖縄県の方に足を運ばれている方、とても多いようですね今日も,、ね、今,日も今朝も宮城県の気仙沼の方からここで、ね、読谷村の方にお越しいただきそしてホテル日光有平さんの方に宿泊してるんですよということでスタジオに、ね、来てくださったんですけれどもすごくね あのこうやって、読谷村の個、ね、々地域振興センターの三階、FM 読谷の方に来てくださるというのは、とても嬉しいですよね。また、一度、ね、FM 読谷に立ち寄った皆さんはあの、リピーターになってくださって、また、沖縄県に来た際には、必ずここに、ね、立ち寄ってくださるんですよね。また、沖縄県自体が全国各地、そして世界中からも愛される場所となっています。特に沖縄県は、七百万人の観光、えーね、本当に。観 観光立県となっていますが、最近では台湾、韓国、中国、ね本当にさまざまな地域から観光で訪れるお客様が増えたようです。さあ先週もね、えー、先々週もなんですけれども、ちょっとこうあの国際通りなどに行きますと、特に一番お客様が多いなと思うのはですね、薬局、それからあのー、ドンキホーテ。 もうここなどがすごく、ね、お客様が多くて1、ねえー、つのカゴに同じ種類のものをたくさん大量に、ね、購入なさっている、えー、外国からいらしているお客様が多いんですけれどもそれだけ、ね、日本のものというのは、えー、ものすごくやはり商、えー、品がとてもいいんでしょうね。えー、も面白いなとと思ったのはです、ねあのー、熱さまシートとかですね、それか からまあ、いろんな薬ももちろんなんですけれどもシャンプーとかですねもう本当に皆さん携帯を片手に本当に必死になってお買い物をなさっている姿を見るとですね、まあ、いつでもどこでも買える環境というこの日本、沖縄というのはとても いいのかなって思ったりもしますけれどもねさあ今日沖縄にいらしている皆さんはどこに出かけられるんでしょうねさあ今日皆さんにご紹介するのはゆくるぽん夏号えこちらは7月の10日発行で10月の10日までこちらの方は利用が可能となっています毎日誰かが当たるお得なクーポンそしていつでもどこでも使える割引などを兼ねた ゆゆくるぽんの得点クーポンなどがありますす、えー、そんな中 FM は45ページに掲載されています、まあ、またね来月から番組の方も新しくリニューアルするものももちろんたくさんあるんですけれども f m 読 o タンのスタジオ、えー、このねスタジオだったり、えー、また夕方6時からお届けしております「夕刊 t v だったりそして観光情報番組「読 o タンラジオ」だったりすべ、えー、てのねことを詳しく掲載させていただいてます。 きょう皆さんにご紹介する中でえ今日はね22ページに載っています首里城公園をご紹介いたしますえこちらは中秋の名月でまたイベントなども開催される予定なんですが年間を通してえこの首里城公園ではさまざまなイベントが行われますえその周辺なんですけれども周辺におすすめ情報の一つとして八千文通りにひっそり佇むカフェ八千むカフェ チャターローというお店があります。これはね美味しそうなぜんざい、これが素敵な器に盛られています。また、ですねえ蔵元を見学する泡盛のえ蔵え、こちらをねえ見学いただけるようになっている水穂酒造え、これは首里の方ではとても有名な酒造元となっていますえ。それからビアガーデン、海の家、夕日と夜景が綺麗なビルの屋上にあるビアガーデン。 ビアガーデン、海の家首里城に立ち寄った際にはぜひ、ね、行ってみてはいかがでしょうかそれから予約いらずでシーサーが作れる体験工房、チュラカジこちらもあるようです。 首里城も、ね、毎日、えー、日没から24時までライトアップされているということですけれどもさまざまな、ねえー、1年を通した首里城の顔こういったものを、ね、伺えることができるのではないでしょうかぜひ、ね、首里城公園、えー、立ち寄ってみてくださいね、えー、大人は個人で820円高校生が620円 小中学生が円となっていますスタンプラリーもありますので、ぜひ首里城公園、行ってみてくださいね。さあ、皆さん、えー、この秋、どこに行かれる予定でしょうか。私はね ちょっとね、旅に出たいなと今思っています。まあ、行きたいところといえば、いつもなんですけども、京都、京都のね、紅葉をちょっと見に行ってみたいなと思っています。さあ、皆さんの旅の話題などがありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。またね、そんな中で、えー、皆さんからのメッセージ、そしてね、情報。それから、えー、行ってみたい場所の、えー、お話ももちろんなんですが、皆さんの旅の思い出。この曲を聞くと、あの。 旅を思い出すそういったメッセージなどがありましたらまたスカイミュージックツアーの方にお寄せいただきたいと思いますお届けいたしましたスカイミュージックツアーいかがでしたでしょうかぜひ来週もご登場お待ちしておりますスカイミュージックツアーこの番組は旅の感動をデザインする SKS スカイ観光サービスの提供でお送りいたしましたそれではエンディングの曲をおかけしながらお別れとなりますそれでは皆さんまたのご登場お待ちしております それでは皆さんさようなら。